今回は AWS でよく使われるストレージサービスについて紹介をしていきたいと思います。それぞれのサービスの詳しい紹介については、AWS 事業本部の菊池さんが紹介してくれます。ソリューションアーキテクトの菊池です。本日はよろしくお願いします。ストレージサービス、すごくいろいろあると思うんですけど、まず最初にですね、EBS について菊池さんからと説明をお願いできますか。まず EBS ですね。これはサーバーでローカルに持っているストレージのことで、 従来のサーバーでいうところのハードディスクとか SSD、ローカルストレージを思い浮かべていただければいいと思います。パフォーマンスのタイプによって SSD のこのハードディスクのものというのがありますので、求めるパフォーマンスに応じて選択することができます。S3 の概要を教えていただけますか Amazon S3 はですね、AWS の中でも最も歴史のあるサービスの一つで、AWS を象徴する代表的なストレージサービスです。いわゆるオブジェクトストレージと呼ばれる REST API を使ってアクセスするもので、従来のですね、ハードディスクとかのような直接マウントして IO をかけるようなものとはちょっと違ってきます。特徴なんですけれども、堅牢性と耐久性が非常に高くて、 99.9999 99 99というふうにです、ね、9が11個並ぶ119の耐久性ということで、非常にです、ね、高いデータ保護の性能というのを持っています。コストも非常に安くなっていますので、AWS を活用する上で最も基本的な選択肢となるサービスの一つですそれまでにあったこうストレージと比べて何か画期的だったところって、どういったところになりますか従来のスストレーージサービスですと あの容量を確保して、その分で課金が決まってきたんですけれども、S3 はですね保存したデータ容量を使った分に応じて料金がかかってくるという点が1つあります。 上限というのもありませんので大量のデータをどんどん貯めていくということもできますし先にあの容量をこれだけ使うという風うに決めておく必要もありませんので柔軟な使い方ができます最近は言われること少なくなってきたんですけどまあクラウドのセキュリティみたいなのってこう心配される方が非常に多いんですけど S3 のセキュリティっていかがですかインターネットを使ってアクセスすることになりますのでセキュリティ的な不安を感じられるという方も多いかと思うんですけれども S3 自体がですね、細かいアクセス制御の 機能というのを持ってますので、ユーザー単位でのアクセス制御だったり、IP アドレスだったり、 複数の条件を組み合わせて厳格なアクセス管理はできますアクセスすることに対するログというのも詳細にとっておくことができますので色々いろいろな監査基準というのも満たせるアクセス管理であったりログの機能というのは十分に提供されていますので適切に使うことでむしろですね従来よりも高いセキュリティレベルっていうのは確保可能だと思います S3 のその特徴として3箇所でデータを保存するっていうのがあると思うんですねで素人的にはその3箇所で同期取るのすごい大変そうな気がして逆に心配なんですけど そのあたりっていかがですか複数のデータセンターに分かれて 3カ所のデータ複製を持つというのは、基本的にバックグラウンドで AWS がサービスとして担保してくれているところなので、そこをユーザーが気にするということは、えー、必要ありません。ただ、ですねあの厳密な書き込みの配達制御であったりとか、確実にですね最新のものを読みたいという場合には、ですね従来のようなストレージサービスも合わせて使う必要性というのが出てきますあと、その S3 ならではの従来と違った使い方とか考え方を教えてもらえますか。 従来のステレージのように OS でマウントして使うわけではなくて REST API を使った非同期のアクセスになりますのでそこが一番違ってくる点かなと思います。なのでこの非同期アクセスということを理解していただくことと あとですね、アプリケーションから利用する場合には、アプリケーションに提供されている AWS の SDK を使って実装していくことになります。最近、その S3 といえばデータレイクみたいな話もよく出てくると思うんですけど、このあたりってその、まあ、なんで S3 をそういった使い方するのか、解説をちょっとお願いできますかね。えまずですね、利用料金の体系というのが、保存したデータ容量に応じてとなっていますので、データベースサービスのように、インスタンスを起動して、その分時間に応じて、 っというものではないので、同じ容量単価に比べて非常に安く使えるというのがあります。またですね、AWS の中心的なサービスという位置づけにもなってますので、データをそこに貯めていろいろな AWS サービスと連携して使うという機能というのも充実してきてます。まずデータ分析用途でいろいろなところから収集してくるデータというのはひとまず S3 に入れて保存しておく。そして用途に合わせていろいろな加工であったり、 別のサービスに連携するというのが基本的な使い方となってきます。また、直接クエリを書くようなですね、アテナであったり、レッドシフトスペクトラムといった機能もあります。S3 というとこう、まあ、データを貯めるという用途においては非常に万能だとは思うんですけど、逆に S3 にまあ向いていないときというのはどういったものがありますかオブジェクトストレージというですね、非同期アクセスをするデータストレージですので、 トランザクション管理が必要な複数から同時に読み書きされるようなデータっていうのはデータベース、いわゆる RDS とか、ダイナモデビのようなデータベースサービスを使われることをおすすめします。あと、S3 は使ってると、使い続けている限ぎり、料金がかかってくると思うんですけなんとかコストを抑えてくるために、s 3グレイシアはあると思うんですけど、グレイシアについて概要を教えてもらえますか。 S3、はい、自体はデータ保存容量に応じて課金ということで、かなり安く提供はされているんですけれども、さらに長期に保存したりとか、いろいろなログをですね、とにかくあの監査用途ということで取っておくようなケースにおいては、s 3 g l a c i r というサービスの方が向いている場合もあります。完全に長期保存用途ということで、S3 と同等の耐久性は持っているものの、取り出すのに時間がかかる、その分、料金は安く使えるといったサービスとなります。 めったに使わないんだけれど、保管はしておかなきゃいけないみたいな、そういった時にこに使われるっていう理解で大丈夫ですかね。そうですねなので、監査用のログであったりとか、しばらく見ないであろうようなデータというのを、えー、保存期間に応じて回層管理していくような用途に向いています。昔はあの、台帳をこうマイクロフィルムとかに保管してっていう現場も、マイクロフィルムとか、あとはテープとか、そういうものに使われてたようなものの代替になりますね。はいなるほど ありがとうございます。一般的なその業務において、デッタをためたいわゆる S3 だったり、RDS だったりと、また別に日常的に使うファイルサーバー、AWS にもファイルサーバーがいくつかあると思うんですけど、そ,のそれぞれの概要とか特徴みたいなものを教えてもらえますか。ファイルサーバー共有ストレージと呼ばれるサービスの中には、3つ代表的なものがありまして、まず1つ目が f s x for w i n d o w s ファイルサーバー。 そしてもう一つが FSX4 Raster。そしてエラスティックファイルシステム e f s という3つの共有ファイルシステムのサービスがありますで。この3つはどのように使うかというと、いわゆるファイルサーバーとして Windows だったり Linux のサーバーからマウントして共有ストレージとして使うことができるサービスとなっています。まず1つ目の FSX4Windows ファイルサーバーは名前の通りですね、Windows のファイルサーバー。 いわゆる Samba、SMB というプロトコルを使ってアクセスするためのストレージです、ね。いわゆる Windows のファイル共有を実現するサービスとなっています。そして2番目の、ね、FSX4 Raster。これはハイパフォーマンスコンピューティング、HPC と呼ばれる領域で、複数のです、ね、例えばゲノム分析のような大量のデータを高パフォーマンスでさばかなきゃいけないような用途に使われるファイルサーバーとなっています。 そして EFS、これはですね、NFS、Linux のファイル共有に使うファイルシステムとなっています。 今までこうちょっとあの理解がぼんやりしてたんですけど、今のでだいぶこう、すっきりしてあの助かりました。ファイルサーバーは、あ割とこう業務、日常的に使われるっていうところと、あともう一つ考えなければいけないのが、すべてを AWS に持っていくっていうわけでもいかないと思うので、オンプレとの連携っていうところで、ストレージゲートウェイのようなものが必要になってくると思うんですけど、ストレージゲートウェイについて、教えていただけますかストレージゲートウェイはですね、AWS の先ほど出てきた、中心的なストレージである S3 と、 オンプレミスだったり、従来のファイルサーバーをつなぐためのサービスとなっていまして、ストレージゲートウェイ自体はデータを貯めるところではないんですけれども、ストレージゲートウェイを経由することで、従来の NFS だったり、SMB、あるいは i s c a g っというプロトコルで、ストレージゲートウェイに接続して、そこにデータを書き込むことで、ストレージゲートウェイがバックグラウンドで S3 にデータを保存してくれるというサービスになっております。なので、 従来のオンプレミスでですね、たくさんデータたまってきて、データの保存先に困っているようなケースなんかは、このストレージゲートウェイを置いて、データを保存することで、後ろで S3 に保存してくれるようなサービスとなっています。 皆さんにご紹介したい AWS のストレージサービスの概要については、以上となりますデータの扱い方で、それは人が直接扱うのか、システムを通して扱うのか、もしくはその利用頻度はどうなのかっていうところで、それぞれに適した AWS 上にあの上にストレージのサービスがあり、それらを組み合わせて使っていくっていうのが正解というか、非常にいい使い方なのかなという感じがしました。では、菊池さんから今日のストレージサービスについて、最後に復元を。 このサービス使っておけば間違いないというのはないので、使いたいプロトコルであったり、あるいはデータの書き込み性能、IO 性能であったりっていうものに応じて、適切なストレージサービスというのを選択するようにしましょう。データ保存するという点においては、まず S3 にデータを貯めておくというのは間違いありませんので、データ保存先としてまず検討するのは S3 と。 それで満たせない場合には、それ以外の別の方法を考えていくということでいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、今回の、えー、と動画は以上となります。こちらの、えー、とチャンネルについて、えー、とまだチャンネル登録を済みでない方は、ぜひ登録をお願いいたします。ともし、参考になった方は、ぜひ高評価ボタンの方も押していただけると,、えー、と嬉しいです。